皆さん、こんにちは。大学時代は東都の一郎として輝きを放ちましたが、ドラフト指名はされず、社会人からプロ入りした精神力の持ち主。プロ入りはドラフト5位の指名で入団し、しかも子連れルーキーとして注目を浴びた選手がいます。その選手の名は大島洋平さんといいます。今回は大島洋平さんの生い立ちから近況まで詳しく調べてみました。まずは大島洋平さんの小学校から中学校時代を見ていきましょう。中日ドラゴンズ不動のレギュラー大島洋平さん、2023年で37歳を迎える今でも第一線で活躍し続ける姿はまさにプロ中のプロといったところです。そんな大島洋平さんの自宅ですが、名古屋市内にあります。もともと大島洋平さんは愛知県名古屋市緑区の出身で、父の影響もあり中日ドラゴンズの試合をよく見て育ったようです。小学1年生の時の誕生日プレゼントではグローブをプレゼントしてもらったそうです。ついに小学4年生から名古屋平張 HBC 少年野球クラブで軟式野球を始めました。中学時代は名古屋市扇台中学校に進学し、少年野球ボーイズリーグの東海チャレンジャーで硬式野球をするようになります。当時のポジションは投手兼外野手だったようです。その後高校では愛知県の強豪共栄高校へ進学しました。高校2年の夏に同県の強豪中京大中京高に準決勝で敗れるなど、甲子園出場は叶いませんでした。その後大学は駒沢大学へ進学します。駒沢大学は東都大学野球リーグの一部に所属する強豪で、全国の甲子園出場校から選手たちが集まってくるような学校です。その中で3年生から本格的にレギュラーとして活躍し、最後の秋のリーグでは打率3割9分5厘で首位打者も獲得しました。その後は社会人野球の日本生命に進み、社会人2年目の年に中日ドラゴンズからドラフト指名を受けプロ入りを果たします。プロでの活躍を見ていく前に、大学時代の奮闘ぶりをまず見ていきたいと思います。大学時代は東都の一郎として輝きを放つもドラフト指名はされず、社会人からプロ入りを目指した強固な精神力の持ち主です。人間、目標とするところはあっても、目指す先から要請がなければ、その努力は報われません。大島洋平さんも社会人野球に進む際に、逡巡したはずです。ところが、いつか来るであろうその要請に応えるために大学野球で、自身の技術を磨き続け、社会人野球でも努力を続けました。大学時代は、リーグ戦で打率3割を3度記録するなど、時の大島洋平さんは東都の一郎の名を轟かせながら、当時から安打製造機として輝きを放っていました。走攻守揃った外野手でアベレージ型の左打ちということから一郎のような存在だったということでしょう。しかし前述の通り、結果的にはドラフト指名を受けることはありませんでした。ここが意外なところでした。結果的に社会人野球の日本生命へ進むわけですが、これだけのヒットマンがドラフトで指名されなかったのです。しかしここで腐らず続けて社会人の道へ行き、なおかつドラフト指名される年に骨折を経験しながらも最後まで諦めなかったその執念は見事としか言いようがありません。何としても目標とするプロ野球への道を諦めなかったわけですが、心折れる時はなかったのでしょうか。小学校の時もクラブチームに入る前に母親から途中で投げ出さないことを条件に、絶対に途中でやめないと決意してクラブチームに入団していたそうです。当時から気持ちの強さというかメンタルの強さはお墨付きだったようです。その当時の守るべきことを忠実に守り続けた姿勢はあっぱれとしか言いようがありません。プロ入りはドラフト5位指名で入団しました。しかもトピックは子連れルーキーとして注目を浴びたのです。ようやく夢のプロ野球の舞台へ立った大島洋平さん、とはいえドラフト順位は5位ということで、そこまで注目度がすごく高かったわけではありませんでした。注目度といえば実力よりもむしろ子連れルーキーだったという点です。24歳という年齢を考えれば奥様子を抱えていても何ら不思議ではない年齢ではありますが、
プロ野球選手でルーキーイヤーから奥様子も出席して記者会見を行うケースというのはなかなかレアケースだと思います。そんな別の角度での注目をよそに、大島洋平さんは1年目から躍動していくことになりました。あまりに溜まったマグマをいよいよ解放する時が来たのです。早速レギュラーに定着し、事前の評価を覆す働きぶりを見せ、2022年シーズン時点で10年以上レギュラーとして活躍しています。そして今や球界屈指のヒットマンとして1500安打を球団最速のプロ11年目で達成し、ついには2000本安打の大台も見えてきている状況です。一体この逸材を放っておいたのは誰だったのでしょうか。大島洋平さんの今後の必見情報としては、なんといっても当時は2000本安打達成へのカウントダウンでした。大学を卒業して社会人からプロ入りした選手では史上4人目となる2000本安打達成となります。しかも上記の条件で左バッターとなると史上初となります。2022年シーズン開始前で残り250本ちょっとでしたので、あと1、2年での達成が期待されています。そして10度目のゴールデングラブ賞を受賞しました。こちらは大島洋平さんの強みである守備力の勲章といったところでしょう。すでに過去に9回の受賞歴があり、しかも外野手で3年連続を2回経験しているのはビッグボスこと新庄剛志さんと大島洋平さんの2人だけということです。2022年シーズンでは通算10度目の外野手としてのゴールデングラブ賞の受賞が期待されましたが、シーズン中戦線離脱などがあり叶いませんでした。近年はさすがに脚力の衰えなどもあると思いますが、2022年4月2日に史上47人目の通算250盗塁を記録したので、やはり節目の300の数字が見えてきています。通算300盗塁は過去31人しか達成していない偉業です。数年以内の達成が期待されます。ところで大島洋平さんと一般女性の奥様とは2009年に結婚しています。ここからは大島洋平さんの奥様や子供について紹介します。大島洋平さんは大学卒業後、ご存知の通り日本生命で社会人野球をしていました。そして日生時代の2009年3月に結婚しました。奥様の名前は真代さんで、大島洋平さんより3歳年下になります。結婚当時の大島洋平さんの年齢は24歳、奥様が21歳だったそうです。若くてご結婚されたようです。大島洋平さんの奥様は美人との噂がありましたが、公開されている写真を見ても本当に綺麗な方です。そんな奥様の職業は元美容師との噂もあります。また結婚して3ヶ月後にお子さんを出産されているそうなので、授かり婚であることがわかります。道代さんとの馴れ初めは残念ながら情報がないため分かりませんでしたが、入団時に計画性がないと周りからは怒られたとのことです。何のことについて計画性がないと言われたのかは不明です。その後2019年までの間に4人のお子さんが誕生しています。結婚後に中日ドラゴンズから指名を受けた大島洋平さんは、奥様とお子さんと共に入団会見を行っています。前例にあまりないことでしたが、とても話題になりました。入団会見で大島洋平さんは、立浪さんのように40歳まで野球を続けたい、早く一軍に昇格したいと語っていたそうです。その言葉通り大島洋平さんは着々と実績を積み重ねています。大島洋平さんの奥様に鬼嫁との噂があるそうです。これは一体どういうことでしょうか。調べてみると、実は次のようなことがありました。2013年の契約更改の時に大島洋平さんは前年度大活躍であったにかかわらず、中日ドラゴンズの金額提示があまりに少なくサインすることをしませんでした。落合博満前監督が中日ドラゴンズの GM になって以来初の保留者の大島洋平さんでした。大島洋平さんは調停での戦いも辞さない等の発言があり、中日ドラゴンズはお金を出し渋る態度に嫌気がさしていた選手たちは、大島洋平さんによく言ったと当初は絶賛していました。しかし論争があまりに続いたために大島洋平さんに対する世間の目がどんどん冷たくなっていきました。
そんな時に大島洋平さんに戦いをやめさせたのが奥様の一言だったといいます。大島洋平さんの奥様が恥ずかしいから早くサインしてと厳しい言葉を突きつけたそうです。おそらく大島洋平さんの奥様も世間の目があったのでしょう。子供のためにも良くないと思ったのかもしれません。奥様は言う時は言う方のようですが、やはりこの件は大島洋平さんのその後の道を占う上でも大切だったのでしょう。ただここまでの話を聞いて鬼嫁という名前で呼ぶのはふさわしいとは思えません。良識のある方だと思われます。さて2019年8月10日の出来事です。横浜 DeNA ベイスターズ戦9回裏に途中出場を除き、今シーズンここまで全試合でスタメンに名を連ねている中日ドラゴンズの大島洋平さん、実は骨折を抱えながら出場を続けていたと一部メディアが報じていました。報道によると大島洋平さんが負傷したのは6月6日福岡ソフトバンクホークス戦の試合中でした。8回表フェンス直撃の当たりを放った大島洋平さんは、打球が転がる間に本塁に突入するも間一髪でタッチアウトされてしまいます。このプレーの際にあばら骨を骨折し、その後約1ヶ月痛みとの戦いが続いたといいます。今回の一件を受け、ネット上のファンからはプロとしての意識が高すぎる、骨折してこの成績ってすごすぎん、痛みに耐えて頑張ってくれて本当に頭が下がりますといった驚嘆の声が続出していました。しかしその一方で、強行出場してよかったとは全く思えない、大島骨折ならおとなしく休めよ、を引いたらどうするつもりだったんだ、ストップかけられなかった与田監督は反省してほしい、与田監督がビシッと言えば大島も素直に休んだんじゃないの、などと本人や首脳陣の判断に疑問を呈するコメントも少なからず寄せられていました。いかがだったでしょうか。今回は大島洋平さんとはどういった選手なのかということを中心に調べてきました。大島洋平さんは小学4年生から野球を始め、プロ野球で活躍することを夢見ながら日々を過ごしてきました。大学時代、東都の一郎と呼ばれ、安打製造機と呼ばれながらドラフト指名されなかったこと、それでもめげずにまたドラフト指名年に骨折をしながらプロ入りを果たした執念の男です。今後の大島洋平さんの必見情報としては、通算2000本安打達成へのカウントダウンとともに、通算10度目のゴールデングラブ賞の受賞、そして通算300盗塁の達成が挙げられます。個人としての記録もさることながら、チーム全体の優勝に向けての奮闘中です。今度大島洋平選手のさらなる活躍を期待したいところです。揺るがない男、諦めない男、努力の男など、大島洋平さんを形容する言葉はたくさん存在します。今後はどのような異名が誕生するのでしょうか。そして大島洋平さんのこれからの活躍に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。